禁断の生肉シリーズ、国とこ精肉店和牛生ハム編。はい、皆さんこんにちは、国とこナインです。今日は休日、二日酔いも冷めやらぬまま、ある人から依頼され 3.5 キロの和牛をさばいています。この肉はこれからどう料理されるのだろう。今回はこのでっかいブロックをさばいて調理実食までの全工程をお見せしますね。これでもクリエイター兼現役のブッチャーなのです。なので国とこ精肉店、お店はやってませんけどね。このブロックは北海道産黒毛和牛の肩三角という部位です。栗とも呼ばれます。いつものスーパーで購入し、綺麗にトリミングされてますが、栗は中心部に大きくカーブした筋が入っているため、これを除去しないといけません。ちょうど今その作業をやっているところですね。これが大変なんだよ。お、筋と肉が分割できましたね。めちゃくちゃ物がいい。英語だからね。はい、そしたらね、筋についてしまった肉をきれいに取っていきます。ちょっと下手くそですね。この歯切れも 1g 残さず使い切ります。ここまでくればあと少し。新品の包丁は刃渡り9寸。家庭のキッチンでは回しづらい。ふと気になってね、この量を焼肉屋で注文したらお値段おいくらになるのか AI に聞いてみましたら、なんと和牛の A5 ランクの肩三角クリミは非常に高級な部位です。一般的に A5 ランクの和牛の価格は 100g あたり約3000円から4000円程度です。これを元に計算すると 3.5 キロ分の価格は以下のようになります。 100g あたり3000円の場合、3000円 ×35 イコール105,000円、 100g あたり4000円の場合、4000円 ×35 イコール14万円。かなりの贅沢ですね。他に気になることがあれば教えてください。もう大丈夫です。105,000円から14万。実際に購入した金額はこれで23,000円税込みでしたよ。すでに117,000円の儲けや。まあ高級焼肉店の話でしょうけどね。だいたいトリムできたのでカットしていきます。それにしてもいい和牛だな。刺しがっつり。やばい、手早くしないと油が溶け出してきた。トリミングからカットまでが終わった。これから調理していきます。和牛の油を熱して溶かしていきます。焦らずに弱火でじっくり溶かします。煙が出るくらいになったら肉を投入します。焦げ目がついたら返して全ての面を焼き付けます。この匂いでビール酎ハイ飲み放題できるよ。このご依頼主は定期的に注文してきますが、今までは1キロの注文でした。しかし1キロだと瞬く間になくなってしまうのでね、今回から倍の2キロに増量されてしまいました。結構な労力なんですけどね。まあ当家もそのタイミングで一緒に購入するので、玉の贅沢きたみたいなノリで請け負っております。商売としてやってるわけじゃないんでね、手間賃などはいただきませんし、いただくつもりもございませんって顔バレしちゃってるし。切り口も焼きます。すべての面に焦げ目がついたら、
沸騰したお湯にくぐらせて周りについた油を落とします。全部同じようにやっていきます。やっとラス1。焼き工程が完了。油でベッタベタ。粗熱が取れた肉をジップロックに入れます。秘伝の漬け込みタレを肉の量に対して 15% 入れます。タレの詳しいレシピはここでは割愛しますが、後日国とこキッチンでご紹介する予定です。ここで紹介されなかった禁断生肉シリーズもがっつり収録しています。次にタレを入れた袋の空気を抜きます。若干コツがいります。保存する場合はこのまま冷凍庫に入れます。これはあの2期への発送用なので全て一旦凍らせます。それとは別に取っておいた自家用の肉を仕上げます。冷蔵庫で4日間寝かせて熟成させた和牛生ハムです。肉の水分が抜けて旨味が凝縮してるはずです。タレに使っていたので周りが黒く変色してますが、腐ってるわけじゃないです。もしご家庭で作るときは熟成させず当日に食べきってくださいね。やっつけ仕事、きれいに持ってくださいよ。できた。これで1440円、安っ。もう我慢できねえ。それじゃいただきます。その前に、それじゃお疲れ様でした。うまい。いただきます。うまっ。熟成されてねっとりとした食感、まさに生ハム。程よく水分が抜けてうまみが凝縮されてます。いい和牛はサシがっつりでも全然重くないですね。うめえなー。野菜と食べるとさらにうまし。うまい。合う。力強い和牛に中辛の風味と辛さ、お互いに引き立て合ってますね。これを和牛生ハム丼にします。これにかけるのは国とこ製宮のタレ。リクエストがあれば国とこキッチンでやります。非常に簡単に作れて再現率もかなり高いのでね、なんなら本家よりうまいかも。うまっ。なんだこれ。笑っちゃうほどうまっ。それじゃあこれから全部食べていきますので、皆様とはここでお別れです。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあそれでお願いします。ね、はい、こちらどうぞ。あ、はい。ね、じゃあこれで大丈夫かな。はい。はい、じゃあお願いします。いいですか。はい。はい。